617の一筋だって。今はこの笠井さんが打ち上げ花火の場所になってるらしい。何とかして書かなきゃいけないってことで、これを色を変えて頑張ろうってことでやっていた。全然効果なかった。ブルペンか、日本でいうリリーフかだね。これは永久欠番ですね。これは12個あるってさっき言ってたのに多くない？結構42番の説明なんですけども、メジャーリーグにおいて背番号42番というのは全球団共通の永久欠番となってるんですね。で、黒人選手として初めてメジャーリーガーになったジャッキー・ロビンソンがそのルーツとなっております。で、ロビンソンはまだ人種差別の激しかった1947年にブルックリン・ドジャースでメジャーデビューをしたんですね。その年に盗塁王に輝くと、1949年に首位打者にも輝くなど、まあ、1956年まで10年間プレーしたんですよ。で、ロビンソンはファンからヤジを受けたわけですね。で、一緒のグラウンドでプレーすることを拒む他のチームの選手もいたほどだったんです。で、そのような状況にロビンソンは耐え忍びながら結果を残したんですね。ロビンソンの功績を称え、現役時代に着用していた背番号42が全球団の共通の永久欠番となりました。メジャーデビューを果たした4月15日をジャッキー・ロビンソンデーと称して、全球団全選手が背番号42をつけてプレーするっていうのがメジャーリーグであるみたいです。なんかそういうのがあって、 NPB で42番をねつけたがる助っ人外国人が多いようです。ということで、2024年の NPB 全球団の42番の背番号はこのような選手たちがつけることになります。はい、これは補足としてつけておきます。42番はね、みんなつけたがるらしい。この間の WBC でイタリアの監督をされてましたよ。昔の観客席なんですけど、冬冷たい、夏暑い、もう最悪、座れないです。ドラゴンズ、ロサンゼルスドジャース、上がドラゴンズ、下がドジャース。アメリカのゴールデングラブは監督とコーチで決めるので、1967年より前はワールドシリーズチャンピオンの勝利はバットだったんです。160試合戦ってきてバットですからね。ここが最高級レストランらしい。どうぞのスタジオで奇跡のホームラン、アメリカのスポーツ誌でベスト10モーメントと言ったら、野球も全部のスポーツ含めて必ずこれが出てきます。シンシナティですね。
チアスタジアム唯一のエレベーターです。で3時間前に大谷さんが乗りました。すごい、東武ワールドスクエアみたいな、すごいすげえ、最高の景色ですね。まさか YouTube ノープランで回すパターンで、やばい、さすがですよ。いや私そういうの苦手。 YouTube ってそうじゃないですか。まあそうなんですけど、ね、行き当たりますよね。でもちょっとそういうのぶちゃぶり苦手なタイプで、はい、なのにぶちゃぶりするってね、申し訳ないですけど、すいません。今どれぐらいやってるんですか YouTube。 YouTube はもう2年ぐらいですかね。はい、うん、その広島カープ系の、そしてカープ女子ですか。そうなんです。あ、すいません、思いっきり冗談の、思いっきりそうバスケなんですけど、すいません。明日知ってます、ファンフェスタ。そうですよね。なんか知らずに来て、あのお友達に明日あるんだよって言われて、知らなかったんですよ、来るまで。あ、そうなんですか。そうなんです。これ今日なんで日本でこんなお店、今日なんか日本のツアーがある日で、あ、そうなんです。ミッシュさんと YouTube 名が少しないですか。皆さんぜひ見てください。もうすごい方なので。全然そんな何にもないですよ。いや。結構野球の鉄板に。そうですね。大谷選手とか、まあ、ダルビッシュ選手とか。あ、何度か。お、はい。ありがとうございます。はい、ということで、出ていただきました。いやいやいや、すいません。あ、なんか、私のチャンネルのポーズがあるんですけど、一緒にしていただいていいですか。妖怪酒場っていうチャンネルなんですけど、妖怪酒場ですってやるんですけど、いいですか。いや、ダメですか。なんでですか。どういうやつ。妖怪酒場です。流行るかもしれない、 TikTok に流行るかもしれないですね。え、本当ですか、はい、やばい、こっちの子供にも。はい、でなんか一応英語の名前もつけて、モンスターバーク名前もつけて。見た見た見た。よろしくお願いします。あ、そのバージョンはないんですけど、あ、今もしよかったらこのままいけますよ、モンスターバーク。モンスターバーク、ちょっと、いいっすね、ちょっと無理です、一緒でした今の。いや、いいんですよ、いきますよ、いきますよ、もう一回、もう一回行きましょう。あ、OK、はい、じゃあどうしようか、はよ、モンスターバーク、モンスターバーです。あ、いいですね。あ、いいですか、本当ですか。それ TikTok で流行ります、絶対に。ね、流行ったら僕すぐやります。ね、じゃそれまではやらないということ。封印していきます、ね。今のもう丸っきり覚えたんで。あ、本当ですか。もう一回いいですか、これ。モンスター。あ、そんなんじゃないです。モンスターバーです。モンスターバーです。モンスクイってやります。モンスター。ありがとうございます。すみませんけれども。TikTok でバカ出しますんで。ね、YouTube 見てるご覧の皆さんはね、はい、登録者数、そしていいね、高評価、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。本当に、すみません。またじゃあ、頑張ってください。ありがとうございます。どうも、こんにちは。Good afternoon ということで、ツアー行ってきました。あのね、なんとね、3時間前ぐらいにね、あの、名前を言ってはいけないあの人がですね、いたみたいです。で、なんか一つしかエレベーターがね、この、ないんですけど、そこに乗ってたらしいって、噂を聞いちゃったんですけど、あの、山本義信さんはまだ日本にいるんですかね。その辺はちょっと言ってなかったので分かんないんですけど、とにかくね、このスタジアムツアーかなり価値あるものでした。はい、日本語最高。で、ちょっとね、お土産を頼まれたので、買ってみました。じゃあ、よいどうです、なんか一旦もめみたいでいいでしょ。ギタロドーン、ギタロドーン、ギタロドーン。これね、あの、
値段は14とかです。2万円にして2500円ぐらい、計算できないけど2500円ぐらいかな。まあいいお値段です。ユニフォームがね600ドルぐらいでした。190ドルか、めっちゃ高い。買えません。あの皆さん来るとき注意してください。あのシーズン中は透明の袋じゃないとダメで、カバンは持ち込めないんですけど、あのオフシーズンのツアーは一切規定がないので制限がなし、なのでスーツケースで来る人も多いっていうことなので、ミスりました。普通に透明の袋で来ちゃったんですけど大丈夫だったみたいです。で飲み物も OK ですし、オフシーズンもね。ただシーズン中の試合はマジで規制がやばいから気をつけてください。お客様お帰りだよ。あるよ、存在にしたバイバイ。